強力なスチームクリーナーが入りましたので、ちょっと試してみました。まず床にゼブラのマッキーの赤色で落書きをします。そう、書いてすぐにスチームクリーナーを使います。最初にスチームクリーナーのブラシですね。これ業務用のスチームクリーナーですから強力なはずです。若干薄くはなってますけど、完全には取れないですね。よく CM とかでやってる、 CM とか通販でやってる、なぞるだけ、スッとなぞるだけで取れるっていう、そういう感じでは取れないですね。で、今度はゆっくりスライドさせます。それでも取れないですね。あんなスムーズにはいかないです。ある程度薄くなってきたような気がするんですけど、ちょっとこれ以上は薄くならないですね。ちょっと私のやり方が悪いのかわからないです。ちなみにこのスチームクリーナーは業務用の連続して蒸気が噴射できるものです。家庭用ですと、だいたい5分ぐらいでタンクの水がなくなってしまいますけど、このモデルですと、まあ水を追加すればずっと出すことができます。タオルを使ったブラシですとなかなか落ちないですね。それ、この状態が高温のドライスチームっていう状態みたいです。床は濡れてないです。ドライスチームですので床は濡れないです。今度はちょっとゆっくりスライドさせてみます。これでもなかなか落ちないですね。時間はだいたい1分半ぐらいですね。1分半ぐらい経ったんですけど、なかなか落ちないです。ちょっとここまで行くと根気のいる作業って感じです。ただ吸収用のパッドには、このマジックの落ちたものがついてるみたいですね。ちょっと赤くなってます、パッドが。今、スチームクリーナーのポンプが動きました。それ、噴射はマックスですね。今、3段階で最高のモードにしてあります。なかなか落ちないですね。書いた床はいわゆるビニールマットで一般的なものです。そこにゼブラのマッキーを使って書いてます。まあ床の素材もゼブラのマッキーも普通に家庭にあるものですので、特に過酷な環境ではないですね。まあ子供の落書きっていう意味では使われるかもしれないですね。最初と比べると薄くはなってます。ただまだ落書きしたっていう、そういうことがわかります。一旦この吸収パッドでの作業をやめます。次に別の付属品のブラシ付きですね。ブラシ付きのちっちゃいヘッドに変えます。これですと高温のスチームですね、ドライじゃなくて高温の普通のスチームを噴射しながらこすり取ります。これですとさらに落ちましたけど、まあ限度を超えるとまあなんか飽和状態になります。それドライスチームじゃないですので、ちょっと床が湿ってきました。ちょっと力を入れて先端でこすってみます。そうするとまた落ちるようになりましたけど、まあまだ落書きした跡ってのは分かりますね。テレビショッピングとかでもうこするだけで簡単に落ちる、子供がゴシゴシ落書きしても高温のドライスチームと専用パッドで絡み取るって言われてますけど、まあそんなよくはいかないですね。もしかしたらちゃんとニスが塗ったるようなウッドの床だったらいいかもしれないです。今回マジックとかこういう化学素材のプラスチックのマット、そういうものですともしかしたらマジックが染み込んでしまうかもしれないですね。マジックっていうかマッキーが。
ただ最初と比べるとはまあ落ちてることには落ちてますね。ただスッと擦るっていう作業じゃないですね。もうスチームを当てながらブラシでゴシゴシ、そういうイメージです。あの CM でやってるようにもうさっとなぞる、そういう感じじゃないですね。それまあちょっと力もいりますね。結構ゴシゴシ力入れてます。それ動画を見ていただければわかりますけど、もう蒸発した蒸気が水になって溜まってますね。まあ途中編集で走りたいですけど、まあリアルタイムでやろうと思いますので、そのまま流してます。ちょっと炭の方を押してきましたね。根気よく擦ってるとどんどん落ちてきます。まあここからはちょっと飽和状態ですね。なんか話すことないから同じことを繰り返しますね。ここは ここからは飽和状態とか、もうこれ以上落ちないとか、まあ悪い方向で同じことを繰り返してます。まあテレビショッピングだったらこれチャンネル変えられてますね。やっぱスチームクリーナーっていうのはなんか汚れを選ぶかもしれないですね。油汚れはなんか非常に評判がいいですね。あの換気扇の油汚れとか、あとガステーブルとかの油汚れですね。そういうものは落とせるみたいですね。そういうものでは評判がいいみたいです。あと手で落とせるけどちょっと力がいるもの、そういうものをスチームクリーナーを使って落とす、そういう用途もいいですね。ただ手を使っても手作業でも落ちないもの、どれだけ手作業で努力しても落ちないものはスチームクリーナーを使っても落ちないと思います。あと通販ですと子供の落書きって言ってクレヨン使ってますけど、クレヨンみたいにこの材料、床の材料に染み込むものじゃなくて上に塗ったくるものですといいかもしれないですね。そういうものですと落ちるかもしれないです。ちょっとここら辺で私もバテてきましたね。決してスチームクリーナー自体をこの否定するものじゃないですけど、やっぱし汚れは選んでください。まあガムの汚れとかそういうものは落ちるんじゃないかなと思います。ガムの汚れ、油汚れ、あとあの床のヒールマークみたいな靴の擦れた跡とか、そういうものは落ちると思います。あとは普段の汚れですね。一週間に一度使うようにすれば、まあ、スチームクリーナーは省力化できると思います。普通のモップを使うより楽ですね。ただこれは普段のモップがけの習慣がある人が楽をするってもので、もう一年ぐらい放置したった床とかは、スチームクリーナーを使っても難しいと思います。専用のケミカルを使って落とすとか、あとプロの業者を使って、もう機械的に擦るようなツールを使って落とすしかないと思います。まあ最初と比較すればどんどん薄くはなってます。ただまだ落書きしたなっていう、そういう状態ですね。まあ私も何度か CM でスチームクリーナーのもの、スチームクリーナーのデモンストレーションとか見てますけど、あれほんと魅力的ですね。もうスッと擦るだけで落ちてしまう、そういうもうあのうまい CM です。外国人のまあアメリカ人ですけど、アメリカ人がデモンストレーションしてて、それ流暢な日本語で吹き替えが行われてますけど、まあ完璧ですね。
まあもちろん彼らはテレビ CM だけで物を売ろうとしてますので、まあ完璧なものを作るのは当たり前ですけど、まあ過信は禁物ですね。もう今時間10分経ちましたね。10分経ったけどここまでです。ちょっとタオルで拭きます。吸収パッドで拭きました。まあこんな状態です。今スチームクリーナーも、クリーナーがアラーム出しましたね。あの中のタンクは空になってしまいました。マックスで運転してましたので10分ぐらいで空になってしまいました。まあ、ちょっと私もスチームクリーナー使ったことなかったからこのアラームが何かわからなかったんですけど、これ水切れですね。それこの後水を補給したらこのアラーム消えました。まあ、ちなみにこの水の交換途中でできるのは業務用のクリーナーですね。家庭用のクリーナーはタンクとボイラーが一緒になってますので、このボイラーが加圧されてる時にタンクの中に水を入れることはできないです。まあ、あの、某通販メーカーの、まあ、日本語で言うとサメ。まあ、ここまで言っちゃわかりますけど、サメのスチームクリーナーは、後から補充が可能です。あれは家庭用のクリーナーでも優秀だと思いますね。ただ、基本的にどのスチームクリーナーも、100度の蒸気を使って、洗浄する。その基本構造は変わらないですので、この小型のものでも業務用のものでも、ここら辺の力は変わらないと思います。ただ業務用の場合は連続して蒸気を強く噴射できますので、その分掃除が楽です。広い面積とか掃除する場合、その場合は業務用クリーナー、ちょっとしたものガステーブルとか、あと換気扇とかの油汚れを取る場合は家庭用のちっちゃいものがいいですね。まあここら辺が業務用、大型、家庭用、まあ手に持って使うハンディタイプか、それか掃除機みたいにコロコロ転がして使うものか、それを選ぶといいと思います。でまた補充しました。水を補充しましたので再度ブラシでこすります。まあ時間を置いても同じですね。化学反応とか起こしてるわけじゃないですので、まあ間を空けても変わらないです。まあここら辺がもう上限なのかなと思います。吸収パッドで拭き取っても落ちないですね。あと溜まった水蒸気ももう溜まった水分も赤くないですので、まあこれで限度だと思います。次にこの吸収パッドをこのちっちゃいヘッドに取り付けてみます。これで吸収パッドで落としてみますけど、これでももう吸収しないですね。普通のスチームじゃなくてドライスチームモードに切り替えてやってますけどダメです。もうこれですと専用パッドを使っても吸収してくれないですね。まあ若干薄くなったかなってカメラで見ると思いますけど、これスチームが漂ってるだけで、このスチームが部屋からなくなってしまうとまた色復活します。まあなかなか難しいですね。まあここまでやって落ちないってことは、結論として油性マーカー、まあ、マジックとかマッキーって言われるものの汚れは落とせないのかなと思います。それちょっとケミカル使ってみます。なんか最初からケミカルを使ってた方が落ちますけど、やっぱケミカルでも落ちないですね。次にちっちゃいヘッド、これ最も蒸気の力が強いものですね。これでこすってみましたけど落ちないですね。まあ、非常に力入れて、しかも蒸気のモードはマックスでやってますけど、ダメですね。
ちょっと、がっかりしたっていうか、まあ、このマジックの汚れに、油性マーカーの汚れは、ちょっと、苦手なのかなって思いました。まあ、すべての汚れが魔法のように落ちるクリーナーじゃないですね。まあ、ここら辺は気をつけて使ってみた方がいいんじゃないかなと思います。もうちょっと、擦ってる私自身もちょっと向きになってますけど、まあ落ちないですね。まあ樹脂に染み込んでしまったのかなって思いますけど、まあこうなったら、このマジックを落とす専用のケミカルを使うしかないです。さっき使ったケミカルは、まあパーツクリーナーですので、まあマジックの汚れは落とせないですけど、まあシンナーとかトルエンとか使って落とせば落ちるんじゃないかなと思います。まあちょっと残念な結果になりましたね。まあこれがスチームクリーナーの能力。まあ全てのスチームクリーナーの能力だと思ってください。特定の商品の避難とかではなくて、100との蒸気を使うという事実はどれでも変わらないですので、まあこんな感じです。以上です。